住吉村は、かつて、大阪府東成郡にあった村。現在の行政区では、大阪市住吉区の北西部と、安倍野区の南西部、及び、住野区の一部にあたる。上町大地の西端に位置していた。北は、東成郡天王寺村、東側は、東成郡田辺町及び長井村、西側は、西成郡勝間村及び小浜村、南側は、 東成郡住之江村にそれぞれ接していた。村域の南西端には住吉大社を含んでいた。元境内地だった住之江村大技、長尾を数十メートル挟んだ西側に住吉公園が飛び地として広がっていた。住吉大社のほか、安倍野上社や生根神社も村域にあった。住吉大社境内にある住吉村が寄進した石頭を二組。 石道路に刻まれた住吉村の名。近世は住吉郡住吉村を形成。当初の村域はかなり広かったが、京本年間以降に安律町、七、道良村、鳥居村、大良村、新町村、坂の井村、昌蓮寺村、千、体田村、戸辻村、沢口村、南浜口村、浜口村の一町十一村が、 住吉村から分離したと言われている。明治になると、住吉大社境内の内松中町などと呼ばれていた、奇襲街道が縦断する箇所が1871年に有措置として分離され、翌1872年に住吉郡安立町神殿が成立。1882年に長尾町に改章の上、1889年の町村静志向では、 住江村の大ざとなった。長尾町が分離されてもなお、町村制施行当時の住吉村は、約400世帯1600人規模の集落で、住吉村単独での町村制施行となった。1896年の軍の統廃合により、住吉軍が東成軍へ統合されたため、東成軍住吉村となった。その後村内の北畑、手塚山地域が、住宅地、 別荘地として開発されたことに伴い、人口も増加したが、1925年の大阪市、第二次市域拡張により、住吉村は大阪市に編入され、住吉区住吉町となった。その後分区により、旧村域の一部が安倍野区、住野区に属している。郵便局は、住吉郵便局の管轄となっていた。住吉郵便局は当時、 住江村、大和長尾44番地にあり住吉村、江村安立町、津り村、小雨村、長井村、小浜村を管轄していた。警察については、明治時代初期に住江村に第8住吉分屯所が開設され、住吉村も管轄地域に含まれた。複数回の組織改編を経て、明治時代後期には、 住吉警察署が小浜村に設置された。住吉警察署は1919 19年の今宮警察署の分離以降、住の江安立小佐見、長井、敷津、小浜、住吉の拡張村を管轄区域とした。村内を通る鉄道として、南海鉄道、高野鉄道、半海電気機動上町線、半海線があった。南海鉄道には開業と同時に、 住吉駅が設置された。住吉駅は当初は小浜村にあったが、後に住吉公園内に移転して住吉公園駅となった。高野鉄道には住吉駅が1900年に設置されている。上町線は村内の中央部を南北に貫き、村内には北畑、姫松、手塚山、神の木の4停留所が設けられていた。半海線は 村の生誕を通っていた。なお、手塚山駅、手塚山4丁目停留場については、住吉村当時は、未開業だった。住吉、村在張松家1459番地1466番地と、天王寺村にまたがる地に1922年4月、関立大阪高等学校が設置された。また、大阪府立女子専門学校が百二十四年に、 天王寺村、大阪府立安倍の高等女学校内に、仮校舎を設置して開校し、翌1925年に住吉、村あざ大茶伝1229番地1230番地に、校舎を構えて移転した。大阪府立住吉中学校は1922年に、大阪市北区、大阪府立北の中学校内の仮校舎で開校し、1923年に、住吉、 村田安倍野に移転している。1872年の学生発布により、住吉郡の二十数カ村の連合で、千、からだ村に、住吉小学校が設置された。住吉小学校は、明治時代中期には、住吉村、住野江村、安立町の参加、町村連合で運営する東成郡住野江人城高等小学校へと改編された。住小学校は、 住の江村に設置されていた。この時点では、住吉村独自で、小学校を運営するには至らなかった。1908年4月1日付で学校組合を解消し、住吉村独自の小学校として、東成郡住吉神城小学校が住吉、村座上の木333番地に設置された。開校当初は神城化のみの設置で、 高等科は引き続き住の江校に委託していた。その後1924年には高等科を併設している。また、私立の小学校として1917年に手塚山学院小学校が住吉村手塚山あざ大抵塚か2 5番地に開設されている。ありがとうございます。